クリジウンは、ブラジル出身のスリーピースデスメタルバンド。同国デスメタル系の代表格として、トップクラスの実績を誇る。1990年に、長男のアレックス・カマルゴ、次男のモイセス・コレスネ、三男のマックス・コレスネの三人兄弟を中心に、結成。アレックスからの影響で、モイセス、マックスも幼い頃から、ブラック・サバスなどのコピーバンドで楽器を演奏しており、 スレイヤーやモービットエンジェルから影響を受け、デスメタルをプレイし始める。結成当初は、三兄弟に加えて、アルテミア・スーザというギタリストがおり、四人組であった。1992年にファーストでも、ザ・プレーグを、1993年には、バイオレント・ヘイトとスプリットアルバム、カーズ・オブザ・イビル・ワン、イン・ビトィーン・ザ・トゥルース、ハーモニー・ディエストのスプリットアルバム、ライジズ・フロム・ブラック、 ハーモニー DS をリリースしている。同年、アルテミア・スーザが脱退。これを受けて、マウリシオ・ノゲーラが加入。この頃から活動の拠点をサンパウロに置く。1994年、自主制作で EP、アンマー・ソファル・オーダーをリリースした。EP リリース後、マウリシオ・ノゲーラが脱退。これ以降、三兄弟のみで活動を継続するようになる。1995年、 ダイナモブラシリーから、ファーストアルバム、ブラックホースドメインをリリースしデビューした。その後、ドイツのレーベル、ガンレコードと契約。1998年にセカンドアルバム、アポカリプティックリベレーションをリリース。アルバム1枚で、ガンレコードから離脱し、以降は大手ヘビメタルレーベル、センチュリーメディアレコードと契約し、アルバムをリリースしている。日本では、 2004年にフィフスアルバムワークスオブカーネージがサウンドホリックから日本版がリリースされ日本デビューを果たす。2017年にはブラジリアンアタックインジャパン2017を開催しヘッドライナーを務めた。ありがとうございます。